向こうに見えるのがスリクスが歌うステージです。今日はここでリハーサルをして最終調整をします。あそこで歌うの？なんか思ってたよりちっちゃいんですけど。客席の広さもメインステージとは比べ物にならないわ。1/5、いや、それ以下の狭さかしら。音響設備もボロくない？ブレタポルテにいた頃はもっといい設備のステージを使ってたよ。フェスのスタッフもいるんですから、あまり大きな声で狭いとかボロいとか言わないでください。ステージの狭さに合わせてダンスをアレンジして、音響はパフォーマンスでカバーできるから。なんかアイユニティの後にもこんなことあったよね。とにかくリハーサルを始めましょう。明日の本番に向けて完璧に仕上げるわよ。ちょっと待ってください。3人ともまだステージに上がっちゃダメです。リハーサルをするのはスリクスだけじゃありません。他のグループもいるので、ちゃんと順番を守ってください。めんどくさいな。前の事務所にいた頃は順番なんて気にしなかったのに。あの頃は事務所の影響力もあって、どの現場でも私たちは優遇されていたものね。プレタポルテでは特別扱いしていたかもしれませんが、今の皆さんは星見プロの所属なんです。ここでは皆さんを特別扱いしません。きちんとルールに従ってください。ちょっとくらい融通してくれてもいいじゃん、ケチ。ここが皆さんの楽屋になります。出番が来るまでここで待機していてください。え、これが楽屋ですか？私たちの他にも人がたくさんいますけど。楽屋は個室じゃないんですか？今までスリクスの楽屋はずっと個室だったのに。大人数が参加するフェスでは大部屋が普通なんです。個室を使えるのは一部のトップアーティストだけです。ビッグフォーじゃなくなった私たちに個室を与える価値はないってこと？はあ？カラがその辺のアイドルたちと一緒の部屋なんてありえないんですけど。だからそういうことは大声で言わないでください。なんだかこの部屋蒸し暑くないですか？すみません、エアコンの調子が悪いらしくて。少しの間ですから我慢してください。さっきから何なの？ひょっとして全部カナたちへの嫌がらせ？そんなわけないでしょ。今までが特別扱いされていただけで、これが普通なのよ。ミホはやけに落ち着いてるわね。こんな目に遭わされて腹が立たないの？私はあなたたちと違って下積み時代が長かったから、これが普通だと思ってるだけよ。狭いステージにボロい設備、大勢で使うエアコンの壊れた暑苦しい楽屋、少しも思い通りにいかないじゃない。こんな環境じゃ全然集中できないよ。どんな環境でもやるしかないわ。スリクスの武器は緻密に計算されたパフォーマンスよ。どんなステージでも完璧なパフォーマンスができるようにしっかりリハーサルしましょう。散々待たされてようやくカナたちの番が回ってきたと思ったら、めちゃくちゃ雨降ってるじゃん。これ絶対カナたちに嫌がらせしてるでしょ。ねえ、ガキじゃないんだから少しは落ち着きなさい。嫌がらせで雨が降るわけないでしょ。すみません、スタッフから伝言です。雨が止むまでリハーサルは中断するそうです。このまま雨が止まなかったらどうなるんですか？その時は今日のリハーサルは中止にして、明日の本番直前に段取りだけ確認する形で。そんなのぶつけ本番と一緒じゃん。最悪最悪最悪。こんな環境でリハーサルもなしじゃ完璧なパフォーマンスなんてできないわ。まさか明日の天気も雨なんてことはないですよね？予報では五分五分です。雨天決行なので雨が降っても野外で歌ってもらうことになりますが。嘘でしょ。今でさえまともに明日の準備ができてないのに。雨が降ったりしたら間違いなく客足が途絶えるわ。客が誰もいないのに歌うなんて絶対嫌だからね。予報は五分五分。最悪の事態を覚悟しておいた方がいいかもしれないわね。